は12月31日、31日にあの、黒門市場に来ました。多分今日は大晦日なのでたくさんの人が買い物に来ていると思います。はい、黒門市場とってもにぎわってます。すごいね。私たち、お寿司？はい、はい。じゃあまずはじゃあお寿司を。あ、ここはマグロ屋さんです。もうお寿司、お寿司にする？オッケー、じゃあお寿司にしましょう。はい、でここのじゃあの境寿司に入ることにしました。はい、こんな感じです。もしもし、クノモ境寿司です。クノモ多分みんな来てもすぐ分かる感じ。すごいね。なんで中国語が分かるって分かったんだろう。今この黒門市場のさっきここから入ってきて、そう、これには乗ってないんですけど、この辺りにいるんだよね。この辺りに行って、お願いします。後でこうここ歩いて行って、こっちまで行って、でその後こっちの千日前道具橋でここら辺を散策する感じ。海鮮丼来ました。美味しそう。すごい美味しそう。はい、召し上がれ。握りも来ました。シロヤチュカ、ちょっと食べてみましょう。いただきます。高い、醤油じゃあまずはホタテから。
自分でわさびを少なめにします。
番目、どうぞ、何番ですか？何番？卵は最後に、はい、はい、お腹空いてたのですごいスピードで食べちゃいました。わさび辛かったからここに見てくれてありがとうございます。あの大晦日の黒門とかでした。